皆さんこんにちは。今回もご視聴くださいまして誠にありがとうございます。さて、前回の貨物新幹線の動画内で東北新幹線と東海道新幹線がつながっていれば貨物新幹線は東京貨物ターミナル駅まで行くことができると言いました。しかしご承知の通り、東京駅で東海道新幹線と東北新幹線をはじめ JR 東日本の新幹線はつながっていません。今回の動画ではなぜ東海道新幹線と東北新幹線がつながっていないのか、まずは簡単にそのいきさつを振り返り、将来的にその接続が可能なのかを考察してみたいと思います。そもそも東北新幹線と上越新幹線が建設される際、東海道新幹線と接続する予定でした。その名残は現在の東海道新幹線の14番線、15番線ホームの形状に見ることができます。ご覧の通り、16番線から19番線ホームが直線的であるのに対し、14番線、15番線ホームは東北新幹線ホームと同じようにカーブしています。このホームは東海道新幹線開業後に建設されたもので、東北新幹線との接続を考慮して建設されたものです。ちなみにこのホームは東北新幹線の予算内で建設されたそうです。東京駅で東海道新幹線の改札を抜けると、14番線、15番線ホームへの階段エスカレーターと16番線から19番線へのエスカレーター階段との間に段差があります。これは14番線、15番線ホームが後付けになっており、そこに構造の違いが見られるということです。さて、東海道新幹線の利用者数は増え続け、1975年には山陽新幹線が博多まで開通し、利用者数がさらに増えました。当時東京駅のホームは2面4線でしたが、これではさばききれなくなり、もう1面2線が必要となりました。その結果、東北上越新幹線との直通が考慮された14番線、15番線ホームは東海道新幹線ホームとして暫定利用が始まりました。これが先ほどお話しした東北新幹線に沿って曲がったホームということになりますね。当初このホームは1面1線でしたが、後に1面2線となり、現在と同じ線路配置になっています。その後、東海道新幹線では利用者が増加し、トラブルによるダイヤの混乱が頻繁に起きるようになりました。さらに東北上越新幹線と直通した場合、雪による遅延が東海道新幹線に波及することが想定されたことから、東海道新幹線と東北上越新幹線は別系統として運行し、臨時列車のために14番線のみを直通できる構造にする、こういった計画に縮小されました。1982年、大宮駅を暫定の起点として東北上越新幹線が開通すると、利用者数は予想を大きく上回る好調ぶりを示しました。その結果、国鉄内では仙台、名古屋のような東京をまたぐ需要が見込めると考えられ、再び直通計画が持ち上がりました。しかしながら、東京都内、埼玉県内での沿線住民の反対運動で東北上越新幹線の東京延伸工事は大幅に遅れました。東京駅まで開通するのに実に9年かかり、開通したのは1991年でした。この9年の間に状況は大きく変わりました。それは国鉄から JR へと変わったことです。1987年4月1日、国鉄は分割民営化され、東海道新幹線は JR 東海、東北上越新幹線は JR 東日本がそれぞれ引き継ぎました。このように別会社が事業を承継することで、新幹線直通に対する考え方の差が大きく表面化しました。東北上越新幹線東京乗り入れに先立ち、 JR 東日本は14番線の共用と直通列車の運行、直通運転はせずとも14番線を共用し、同一ホームでの乗り換えを実現して利便性を維持。もともと東北新幹線の予算で建設されたホームであり、 JR 東日本使用権があると主張しました。しかしながら JR 東海は、列車運行システム、信号システム、車両などの違い、直通列車運転のための容量が不足している、 JR 東海は東海道新幹線の事業を国鉄から承継、東京駅の新幹線設備すべてが含まれている、直通需要は大きくない、こういった理由で直通には否定的な考えを示し、 JR 東日本との話し合いは平行線をたどりました。その後、現在の国交省にあたる運輸省を交えて協議した結果、
当面直通運転は行わないとして、その後1996年には正式に直通運転が中止されました。東北上越新幹線が東京まで開業した際、1面2線で営業していましたが、長野新幹線開業でスペースが必要となり、中央線のホームを高架化し、他のホームをすべてずらしてスペースを作って、現在の2面4線となっています。以上、簡単にこれまでのいきさつを振り返りましたが、さて将来ですね、東海道新幹線と東北上越新幹線が直通する可能性、これを考察してみたいと思います。私の考えではその可能性は高いと見ています。ただしそれはリニアの開通が大前提ですので、それをご理解の上お聞きください。ではリニアが開通するとどうなるのか、 JR 東海が置かれる状況、企業としての考えを整理してみたいと思います。まずこれは一般的によく言われていることですが、リニアが開通すれば東海道新幹線の本数が減る、容量に余裕ができるということです。もちろん多少本数は減ると思いますが、それほどでもないと思います。それよりもむしろ東京駅と名古屋駅の間の停車駅が増えるのではないかと思います。現状のぞみの品川駅から名古屋駅までの所要時間は1時間30分です。それに対しリニアの品川駅から名古屋駅までの所要時間は40分と言われています。これだけ見れば1時間30分と40分半分以下ですが、品川駅と名古屋駅での乗り換え時間をそれぞれ10分と考えれば、リニアの所要時間は1時間となり、のぞみとの差は30分になります。これだと品川駅での乗り換えを嫌って、のぞみで良いって考えるお客さんが増えるかもしれません。特に東京駅から新大阪駅への移動と考えると、乗り換えが品川駅と名古屋駅の2回となるわけですから、その比率はさらに高くなると思います。しかもリニアの料金は現在未定ですが、当然新幹線よりも高いでしょう。しかしながら JR 東海としては何としてもリニアに乗ってもらわないといけません。そう考えると新幹線とリニアの住み分けを考え、新幹線特にのぞみは停車駅を増やして、速達性よりも利便性に重点を置き、リニアの速達性をより際立たせると考えます。要するに早く移動したい人はリニアに乗ってくださいということです。しかしながら品川駅と名古屋駅で2回乗り換えというのはやはりかなり不利です。リニアは新大阪駅まで開通しないと、やはりその実力をフルに発揮できないと思います。次に東京駅と品川駅では利用者数に大きな差があることも JR 東海にとっては非常に不利な条件です。なんとなくこうイメージでは品川駅は東京の第二のターミナルとしてものすごい数の利用者がいそうですが、2019年度の数字を見ると東京駅の1日の利用者数は9万8000人、それに対して品川駅は3万6000人。これらの数字はいずれも JR 東海扱いの乗客数のみですので、100% 東海道新幹線の利用者数ということになります。実に東京駅の利用者数は品川駅の3倍ほどとなっています。品川駅の利用者数はこちらのグラフをご覧いただいてもお分かりいただけますように、新大阪駅、名古屋駅はもちろんのこと、京都駅よりも少ないのです。今東京駅から新幹線に乗ってくれている利用者のすべてが果たして品川駅からリニアに乗ってくれるかというと、そうでもないでしょう。多少遅くなってものぞみに乗り続ける人もいれば、羽田から伊丹のフライト利用に流れる人も出てくるかもしれません。このように JR 東海にとっては東京駅から品川駅へターミナルを移すということは、東京駅から新幹線に乗ってくれた利用者の取りこぼしが発生する可能性があるというわけです。そしてそこに加えて新型コロナウイルスによる需要の減少です。私はコロナ収束後の移動需要はそれほど減らないと見ていますが、 100% 戻るかといえばそうでもないでしょう。やはり 10% ぐらいは減るという前提で考えないといけません。このように JR 東海にとってリニアが新大阪駅まで延伸するまでの間、非常に微妙な状況に置かれると思います。JR 東海にとってこの状況を打開することができるのが新幹線直通ではないかと思います。東海道新幹線と東北上越新幹線が直通することで、北関東の東北上越新幹線沿線をリニアの市場として取り込むことができます。例えばリニア開業後の高崎駅から名古屋駅までの移動を考えてみましょう。新幹線が直通しない場合、上越新幹線で東京駅まで行き、そこから在来線で品川駅移動、そしてリニアへ乗り換えという非常に不便なものです。もしくは上野東京ラインで高崎駅から品川駅へ移動し、リニアへ乗り換える。これもやっぱり不便です。
もし新幹線が直通すれば上越新幹線1本で品川駅へ行くことができ、移動時間は大幅に短縮されます。途中に在来線を挟むか挟まないかだけでも利用者の心理は大きく変わると思います。特に大きな荷物を持っての移動となればなおさらです。もちろんこれは JR 東日本にとっても大きなメリットになります。品川駅でのリニアから東北上越新幹線への乗り換え需要が発生します。リニア抜きにしても新横浜駅や品川駅から自社エリアへの新幹線アクセスが可能になるというのは JR 東日本にとっても大きな商圏拡大となります。このように JR 東海、JR 東日本両社にとって非常にメリットがあると思います。新型コロナウイルスによる需要の減少を機に、鉄道会社は様々な事業の可能性を考えなくてはいけなくなりました。これまで JR 東日本と JR 東海は決して良い関係ではありませんでしたが、両社が歩み寄るチャンスではないかと思います。新幹線といっても東海道新幹線と東北上越新幹線では線路幅は同じだけで、車両運行システムなどほとんど違います。ただこうした違いは技術的に難しいということではなくて、両社のやる気一つでクリアできます。このように多少妥協してでも商圏を拡大する方が両社にとってより大きなメリットがあると思いますが、いかがでしょうか。もし東京駅で新幹線が直通したら、札幌駅から鹿児島中央駅まで1日で行くような列車が走るかもしれませんね。それはそれで楽しいなと妄想してしまいます。そして冒頭でお話した貨物新幹線が北海道方面から東京貨物ターミナル駅へ直通することが可能になるということを付け加えて、この動画を終わりにしたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。